皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、MAC3D 技術セミナーにお集まりいただき誠にありがとうございます。私、本日司会を務めさせていただく営業技術部の松村と申します。そして本日発表を務めさせていただきます営業技術部の高尾と申します。はじめに注意事項をお伝えします。 Teams のマイクとカメラの設定はオフにしてください。またセミナー中はチャットで随時ご質問を受け付けております。最後に質疑応答の時間を設けておりますので、ご質問ある方はご記入ください。それでは発表の方に移らせていただきます。発表者の高尾さん、お願いいたします。はい、皆様本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。本日はポストプロセスを楽にするテクニックを4つ、皆様に紹介します。まず皆さんに言いたいのが、ポストプロセスっていうのがかなり大変ですよねっていうことですね。で、私が会社に入ってすぐの頃、よく先輩と一緒に苦労しながらお客さんのデータのポストプロセスをしたっていうのは今でもよく覚えてます。で、私が Mac のサポートを始めてもう4年になります。で、これまで200件以上のお客様の案件に渡って携わってきた中で身につけたテクニックを今日、皆様に教えたいと思います。で、今回のテクニックを身につけていただければ、ポストプロの時間短縮はもちろん、計測データのクオリティが上がるっていうこともあると思います。ぜひ最後までご視聴ください。では次に行きます。本日の流れを説明します。まずショートカットキーの活用、次に連乗モーションの重要性、で次にテンプレートレクティファイでラベリングで、リンクの重要性、この4つを説明していきます。では早速いきましょう。まずショートカットキーの活用について説明します。皆様、コアテックスにはショートカットキーがあるっていうのはご存知でしょうか。で、Windows でも、コントロール C で、コピーであったり、皆様もよく使っていると思います。で、コアテックスにも同様にショートカットキーが登録されています。で、これを使うと、作業スピードっていうのが格段に上がります。慣れない最初は戸惑うかもしれませんけれども、ポスプロをやっていると、すぐに慣れてきます。で、後ほど、デモで実際に使っているところを、皆様にお見せします。で、コアテックスにはショートカットキーを設定する項目っていうのがあるんですね。で、基本的には、デフォルトの設定で問題はないんですけれども、後ほどデモにてこちらも簡単に説明いたします。まずは先ほどの設定画面について説明します。こちらのツールのホットキー設定ですね。で、こちらを押すと、このキーボードのレイアウトがこう出てきまして、ここから各キーボードにどの設定をするか、どの役割を与えてあげるかっていうのを自由にこう決めてあげることができます。で、ここから基本的には設定をするんですけども、先ほど言ったように基本的にはデフォルトの設定で問題ありません。一旦閉じますと。で、早速今日 のを進めていく前に、1個だけまず最初に説明しておくと、こちらのキーボードの、今スペースキーをこう押すと、こちらの選択しているウィンドウが一番大きい表示にこうなるんですね。で、これをよく使うので、これは皆さんもぜひ覚えておいてください。で、スペースキーを押して、で早速ここからやっていきましょう。で、今日は、こちらの、データの、この腰の部分ですね、この RASIS のところを実際に見ていきます。では先ほどの、リンクの座標をですね出して説明していきます。で、まずじゃあここから一体何から始めるかというと、まず N ボタンを押します。で、この N を一回パチッと押すと、マーカーがこう激しく動いているところっていうのに飛ぶのと、マーカーが実際にこう欠損しているところっていうのに飛ぶことができます。なので、この最初のフレームから N をパチッと押して、ここの前後を見ます。で、この今前後を見ているときに、キーボードの S ボタンと F ボタンを使ってます。で、 S ボタンを押すと戻る、で F ボタンを押すと進む、1フレーム戻って1フレーム進むっていうのを使いながら見ていきます。ここちょっと今軽くこうマーカーが動いているんですけども、ここはちょっと飛ばしますね。で、次にもう一回 N を押して、次の
まあ、蚊がこう激しく動いてたり、欠損しているところに進みます。はい、でここの前後を見てみましょう。で S を押して戻ったり F を押して進むと。でそうするとここで、マーカーがこう激しくこう動い、入れ替わってしまって別のところに今ついてしまっているところがありますね。なのでここの今ここがここからですね、ちょうどここから先が、マーカーがこう違う ID のところについちゃっているというので、じゃあ範囲を選択します。今はここの右側の紫色のところが全範囲選択されているんですけども、ここで2のボタンを押します。キーボードの2のボタンを押すと今のこの赤い線のついているここですね、ここのフレームから後ろのフレームに選択というふうにショートカットキーがこう登録されています。でこの状態でここから後のところの ID を一旦外します。でそれを Y ボタンですね、こちらの Y ボタンを一旦パチッと押すとここから後ろが全部外れます。データは消えているわけではなくて ID をあくまで今外しただけですね。そうするとここから先のところが一旦外れてもう一度自分で付け直すことができるようになります。でこの状態で一旦アンネームドレクティファ、今のところ名前のないマーカー上ですね、これを押します。で次に出ているところを見つけます。ここに今出てますね。でここにマーカー ID を選択してパチッと押しますと。で次に出てくるところを探してここですね、ここに出てきているのでここでもう一度パチッとこう押すと、なかなか自動でついてくるんですね。で今飛んでもう一回ここを選択して押しますと。でなかなかその自動でついてくれないときはもう一度アンネームドレクティファイっていうのを、名前のないマーカー調整ですねをやってみてください。でパチッと、あ、ごめんなさい、マーカー ID を押してですね、マーカー ID を押して、マーカー ID を押してマーカーを選択してですね、まあ、そうするとこうある程度のところまで今つきますと。でここも今ちょうど別の ID がついてしまっているのでここを選択してここから先を、もう一度、名前を外す、アンネームドします。でここも Y をもう一度押すとここから先のマーカーの ID が全て外れるというようにして進めていきます。でこれが、実際に ID がついていなかったり間違ってついてしまっている時の進め方ですね。はい、そしたら次にじゃあ実際にこう欠損しちゃってるマーカーはどうするのかっていうと、まあ、当然保管をしていくわけですが、まあ、これも実際にショートカットキーを使ってやってみましょう。じゃあまずここの腰の部分が消えているところですね、ここを選択します。で今は現在のフレームから後ろのフレームが選択になっているんですけども、範囲で選びたいときはマウスのこのホイールのボタンですね、マウスのホイールボタンをポチッと押してドラッグするとここの今のエリアですね、見たいところのドラッグしたエリアが選択されます。じゃあここでどういう保管をするのか、じゃあまずは線形保管ですねっていうのをやってみましょう。パチッとつなぎますと。でまあ線形でつなぐと当然こう不自然な動きにこうなってしまっていますというので、これではまあポスプロはうまくいっていないので一回ちょっとやり直しましょう。でやり直す際にはキーボードの Z ボタンを押すと一つ前にコマンドが戻りますので、今あこれちょっと間違えたなっていう時は Z を一回パチッと押すと一つ前に戻ってやり直せます。次にこの状態で次は線形保管ですね、キュービックジョインっていうのをやってみましょう。キュービックジョインは頭文字を取って C がついてます。なので C のボタンをキーボードを押すと線形保管が自動でつきます。でこの状態でもややちょっとここの部分が不自然なところになっています。はい、ちょっとこうしゃがんでいるときにマーカーがぐっとこう動いちゃってますよね。なのでこれも一旦やり直しましょう。なので Z を一旦パチッと押してやり直します。じゃあ最後に、バーチャルジョインですね、まあ、これが皆さんよく使っていると思うんですけども、でバーチャルジョインも実際に
コマンドがありまして、ショートカットがありまして V を押します。で V を1回押す と、仮想マーカー保管、バーチャルジョインが出てきます。で今はちょっとこれあらかじめ登録されているものは、ちょうど使えないところになってしまっているので、このエリアにおいてはマーカーが消えてしまっているところですね。なので改めて選択しましょう。まあ、今はこの太ももの部分ですね、太ももと膝と、この背中の部分ですねを選択して、で、まあ、ここボタンを押してもいいんですけど、今はせっかくなので V をもう一回押します。で V を押すと今のこの条件での、保管ですねっていうのが完了します。これは閉じましょう。でここを今 S ボタンを押しながら1フレームずつ戻って様子を確認します。まあ、少し動いてますが、先ほどよりは自然なこう保管ができているっていうのが分かると思います。はい、このようにして、まあ、これを、まあ別のフレームにも当てはめてどんどんこう進めていくというようなふうにして、ショートカットキーを使ってポストプロセスを実際に進めていってみてください。はい、では、一旦こちらの説明は終わりまして、スライドに戻ります。はい、次ですね。次は、レンジオブモーションの重要性ですね。で、ここはまあ、ロムって書いてあるのが、まあ、レンジオブモーション。まあ、直訳で、まあ、関節可動域っていうのの略ですね。で、まあ、よく私たちが、まあ、関節可動域をこうまんべんなく使う動作っていうのを、まあ、ロムですとか、まあ、レンジオブモーションというふうに呼んでます。で実際にこの動作を、まあ、取るか取らないかで、この後のポストプロセス、まあ、今ちょっとポストプロセスやりましたけど、この難易度が格段に変わってきます。でこれはもう実際に実感されている方も多いと思います。ではこれから関節可動域をまんべんなく使う動作っていうのはどういうものかっていうのを説明していきます。で最終的には、まあ、リンクの可動域ですねっていうのをテンプレートに覚えさせていきます。これは後ほどまた説明いたします。はい、これが、まあ、今動画を再生しますね。レンジオブモーションの一例になります。今肩をこう動かしていて、まあ、次に股関節を動かしていると。で、膝の屈伸動作をして、最後に腰をこうひねっているというような動きをしています。でここでは省略してますけども、まあ、首を実際に動かすこともあります。で大事なのが、まあ、人体の主要な関節の動きっていうのを、まあ、網羅した動作っていうのになっているっていうことですね。で実際は、まあ、レンジオブモーションっていうのはスタティックの T ポーズを取った後に、まあ、行うことが多いので、まあ、今動画で見ていただいたような綺麗なマーカーにはなっていないことが多いんですけども、それはまた後ほどポスプロでマーカーをつけた状態で、進めていくっていうことに関して一つご注意ください。はい、では先ほどちょっと説明しましたリンクの可動域っていうのは具体的にどういうことなのかっていうのを説明していきます。でリンクの可動域っていうのが、まあ、リンクのこう伸びしろのことなんですね。でリンクの伸びしろっていうのが、まあ、3つのパラメーターで表されます。でそれが、この右側の図の茶色いこのマーカーのところから出ているこの黒い線と灰色の線が見えますでしょうか。で、この黒い線っていうのが最小リンク長と最大リンク長っていうのを表しています。要するにそのリンクが一番伸びた時と縮んだ時の範囲をここで表しています。で灰色のこの部分が、レンジオブモーションを、この最大リンク長と最小リンク長の範囲を超えたところなので、実際にその動くところの余裕を持った部分がこう設定されているんですね。このリンク長の部分に。でこれ要するにそのテンプレートっていうのをレンジオブモーションを取って、まあ、どんどんこうエクステンドしていくと、まあ、この最小リンク長と最大リンク長の差がどんどんこう大きくなっていきます。でそうするとリンク長の長さにこう余裕が出て、それがマーカーの認識率の向上につながります。でここでは詳しくはちょっと作り方っていうのは割愛させていただきます。で詳細は、まあ、ホームページに載っているチュートリアルビデオに、まあ、詳しく載ってますので、まあ、よろしければご覧ください。まあ、作成はレンジオブモーションのデータを使いますと、まあ、先ほどお見せした動画のデータを使ってテンプレートっていうのを作っていきますということですね。はい、では実際にレンジオブモーションの重要性が分かるようにレンジオブモーションを行ったデータと行ってないデータでマーカーの認識率を比較してみましょう。
ではコアテックスに移ります。はい、ではスペースキーを押してこちらの画面を最大化して見てみましょう。で、こちらが先ほどと動作は同じなんですが、スクワットの動作ですね、データを読み込んでいます。でまずは、こちらのマーカーセットを2つ用意しています。で、スタティックしか取ってないマーカーセットとレンジオブモーションを実際にこうエクステンドでつけたマーカーセットを用意しています。でまずはスタティックの方を読んでみます。で、テンプレート ID でマーカーを自動でつけてレクティファイアンネームドを行って、でテンプレートの調整、テンプレートレクティファイを行っています。で実際に再生しています。でそうするとやはり、まあ、そのスタティックだけですとどうしてもこうしゃがんだ時とか関節が要するにこう大きく動いた時にどうしてもこう認識がこう悪くなってしまうんですね、どうしてもっていうのがここで分かると思います。じゃあ次に一旦こちらを外しまして、じゃあ次に、レンジオブモーションを実際に、付加したデータをつけてみましょう。失礼しました。もう一度ご説明しますね。で今、レンジオブモーションが実際ついているところですね。でこれで、レクティファイアンネームドをして、テンプレートレクティファイをしてで再生してみます。すると先ほどとこう全く同じ動作なんですけれども、まあ、マーカーセットの差によって実際にこれだけこう認識率にこう差が出るんですね。なので、まあ、レンジオブモーションを行うと、まあ、リンク帳の長さに余裕が出てその自動でつくマーカーの認識率が非常にこう良くなるというようなところの説明になります。はい、では、スライドに戻ります。はい、次ですね。で次は、テンプレートレクティファイでラベリングをするというところを説明します。でコアテックスには、まあ、レクティファイっていうのと、まあ、テンプレートレクティファイっていうのが2つあるんですね。でこの2つは内部の計算方法が全然こう違いますと。レクティファイっていうのが点の軌跡のみを考慮して自動で ID を計算しています。でテンプレートレクティファイっていうのが軌跡の情報を使っているんですけれども、まあ、テンプレートの先ほど説明したようなリンクの長さの情報ですとかっていうのを考慮して自動でマーカーの貼り付けをしてくれます。ここでの、まあ、テンプレート情報っていうのが、まあ、先ほど説明したリンクの情報っていうことですね。ですので、まあ、レンジオブモーションで実際にテンプレートのリンクの情報を更新した後はもうテンプレートレクティファイで実際にラベリングを進めていくっていうのがいいかと思います。はい、レンジオブモーションを設定した場合はこの後すべてポスプロは、まあ、テンプレートレクティファイでやるぐらいでいいと。それでラベリングの精度がもう全然こう変わってくるというようなことになります。で実際に、これも2つを違いを比較して見てみましょう。コアテックス2では移ります。で実際にこれが、最初の1フレームだけ、マーカーが、あ、すみません、最初の数フレームだけマーカーがついているデータですね。で実際にここからまずレクティファイをやってみましょう。まずレクティファイアンネームドをしてというところまでは同じですね。でまずはレクティファイを行います。レクティファイで再生してみます。そうするとやはりこうしゃがんでこうマーカーが消えて認識が悪くなったところからこう入れ替わりとかがこう非常に激しくなってしまうっていう様子が分かると思います。はい、そしたら次に一旦Z ボタンでじゃあ戻ります。戻ってじゃあレクティファイをする前に戻りましてもう一度レクティファイアンネームとして次にテンプレートレクティファイをやってみます。で再生すると、まあ、当然そのしゃがんだ時に消えてしまうところっていうところまでは一緒なんですけれども、まあ、実際に消えてしまったところの後のフレームにおいてもこう結構正しくマーカーがついているっていう様子が分かると思います。まあ、これだけやはりそのレクティファイとテンプレートレクティファイでもこう差が出てくるということですね。はい、ではスライドに戻ります。はい、まあ、先ほど私もずっとリンクリンクってこう言ってきましたが皆さんはもうリンクはいいよと思うかもしれませんけれども、まあ、さらにちょっともう一つリンクの重要性をここでお伝えします。で先ほどは
リンクの可動域っていうのについてお伝えしたんですけれども、ここではリンクの本数の重要性を説明します。で、結論を言うとですね、一つの号体に対してリンクっていうのはできるだけたくさん引いてくださいっていうのがここで言いたいことですね。リンクの長さっていうのは基本的に長さが変わらないところに引くのが原則じゃないんですかって思った方いると思います。で、基本的にはそれはその通りなんですね。なんですけども、ことポストプロセスを行うときには、長さが変わらない部分にも、リンクを引くと、マーカー ID の認識率の向上につながる場合があります。リンクの引き方のコツは、モデルが人間の場合は、骨の部分以外にも思い切ってリンクを引くことになります。ここはちょっと感覚的な話になってしまうんですけれども、認識率が実際にこう悪くなってしまうところの近くのマーカーですね、動詞っていうのは、特に多くのリンクをつないだ方がいいと思います。で、今回の今の図の場合は腰と膝のリンクですとか、腰と太もものリンクをつけたりとか、あとは背中と腰の部分のリンクを貼ったりとか、そういった部分のリンクがあるかないかっていうのは違いになります。はい、でこちらも実際に多く引いたものとたくさんリンクを引いてないものでどれぐらい差が出るのかっていうのを見てみましょう。で、実際にマーカーセットを2種類読み込んでいます。まずはリンクが少ない方ですねから読み込みます。で、読み込んで実際にテンプレート ID で自動でマーカーをつけてレクティファイアンネームをしてテンプレートをレクティファイするところまでは同じですね。で、実際に再生してみます。こうするとこちらもあまりこう悪くはないんですけども、実際にこのしゃがんでいる付近ですね、この辺りでちょっとマーカーのここですね、マーカーがちょっと入れ替わってしまったりですとかっていうのが起きてしまっているのが分かると思います。おおむね問題はないんですが、少しこう違う部分のマーカー、ゴーストマーカーみたいなところについてしまっているというようなことが分かります。じゃあ一旦こちらは外しますね。はい、でもう1種類のリンクをたくさん引いてある方をロードします。でこちらもテンプレート ID をつけてレクティファイアンネームをして、でテンプレートレクティファイをして再生してみましょう。でそうすると今度は消えているところがあるっていうのは先ほどとからと同様なんですけども、しゃがんだ時にも入れ替わりがこう少ない、こう消えてはいるんですけども変なところについている出てきているマーカーのところに ID が勝手についたりしないようなっていうようなことが分かると思います。なので、特にこう入れ替わりが出るとかそういったうまくいかないところの付近にもリンクっていうのをたくさんつけてあげてください。はい、ではプレゼンに戻ります。では皆さんもお疲れ様でした。では最後に今日の内容を復習していきましょう。まずショートカットキーを必ず使ってください。今回説明したショートカットキーっていうのはもう必須中の必須でよく使うショートカットキーなので、皆様明日から使ってください。で、レンジオブモーションっていうのはリンクの可動域をテンプレートに登録することです。時間が許す限りレンジオブモーションを撮影するようにしてください。その後のポストプロセスが格段に楽になります。テンプレートレクティファイっていうのはテンプレートの情報を加味したマーカーの貼り付けになります。レンジオブモーションを登録した後はテンプレートレクティファイを使用してラベリングを行っていくと考えてもらって大丈夫です。うまくラベリングができない場合、リンクは骨にこだわらずに消えているマーカーの付近にできるだけ多くつけてみてください。はい、以上です。最後に1点だけ PR させてください。皆様気づかれたと思いますけども、本日のコアテックスがいつもと違うものを私も今使ってました。ここまで説明に使用したものが、先日リリースしたばかりの日本語版のコアテックスですね。でこれがコアテックス8のオプションになります。で GUI が日本語になっていて、でヘルプの部分ですとかも日本語になってます。で1点だけ注意なのが、どうしても、ごく一部だけ英語の部分っていうのがちょっと残ってます。でこれはちょっとソフトの構造上、どうしても英語の部分を残さないといけない部分があるっていうふうに私も聞いてます。で実際にじゃあこのソフトの翻訳誰がやったのと皆様思うかもしれませんけれども、私の上司の山下という者がおりまして、皆様ご存知だと思います。Mac歴もう10年以上のもう超ベテランの上司がいるんですけども、その山下が辞書をもう調べに調べ上げて自力で単語を調べて
翻訳してますので、皆様ご安心ください。特にですね、英語をとっつきにくいと考えているユーザーの方は、ぜひ検討してみてください。ただしですね、有償のオプションになりますので、興味のある方は、担当営業の方に、ぜひご相談ください。はい、本日は、長い間ご清聴いただきありがとうございました。はい、発表者の高尾さん、ありがとうございました。それでは質問の方に移らせていただきます。バーチャルジョインするときに選択するマーカーの注意点などあれば教えていただきたいです。そうですね、バーチャルジョインの場合はやはりそのなるべくその消えてるマーカーの近くのマーカーを選ぶっていうことと、あとは当然なんですけども、その保管したいエリアのところでちゃんとその全てのマーカーが映ってるマーカーを選んでください。そうでないマーカーを選ぶとバーチャルジョインをしてもその消えているところだけがこうできない保管になってしまうので、そこだけ注意してください。はい、それともう一つ、マーカー数が多い場合やマーカーの距離が近い場合、ROM を設定してもマーカーの認識率が低いのですが、リンク数を増やせば認識率は上がってくるのでしょうか。そうですね、傾向としてはやはりリンク数が多い方が認識率は上がります。特にこれ質問した方のちょっと想定がわからないんですけども、例えばハンドキャプチャーですとか、そういったもう多数のマーカーを近くにこうつけるときはもうそういったリンクっていうのをなるべく多く引くのがおすすめになります。はい、すいません、それともう一つですね、はい、対人競技動作を取る測定、2人分のテンプレート作成ですね、はいはい、のデモは今回ありますか、いつも苦労しているので、というお話です。すみません、今回のデモにはちょっとそれは含まれておりませんのでご了承ください。申し訳ございません。はい、はい、本日お答えできなかった質問への回答は後日メールにてお答えさせていただきます。また、この場でご質問、されなかった方も何かありましたら、メール等で、ご質問ください。またですね、途中参加された方もいらっしゃいましたので、先ほどのお時間でアンケートをご記入いただけなかった方ですね、再度お願いいたします。チャットの上の方に URL が添付されております。本日はお集まりいただきありがとうございました。途中ですね、ノイズ等入ってしまいまして、我々も初めての今回ウェビナーになりますので、いろいろ不備があったことをご了承ください。これで MAC3D 技術セミナーを終了とさせていただきます。ありがとうございました。